クレオレーンクレオレーンはスキャットで名高いイギリスの大御所ボーカリストにしてミュージカル女優であるジャズ、ポピュラー音楽、クラシック音楽の各部門においてグラミー賞にノミネートされたことのある唯一の女性歌手であるロンドン郊外のサウスオールにてジャマイカ人の父とイングランド人の母親との間に生まれる早くから母親によって 声楽教室やダンス教室に通わされるも、20代半ばまでは本気で歌手になるつもりはなく、美容師見習いや師匠、七夜の店員として働いた、ミュージシャンのジョニー・ダンクワース率いるジャズバンドのオーディションに晴れて合格し、1958年までその楽団と共演を続ける、同年ダンクワースと結婚、その後は歌手や舞台女優として活動の幅を広げるようになり、 1950年代にジョン・オズ・ボーンやハロルド・ピンターラ当時の若手作家の拠点であったロンドンのロイヤル・コート劇場において新作2曲の主役を張る。1959年以降はミュージカルにも進出し、1971年にはアデルフィ劇場における消防との上演にも出演した。この間に録音でも2度の大成功を収めている。1961年に エディンバラ音楽祭において、クルトバイルの7つの滞在のプリマドンナを務める中、レコードユールアンサー2目を全英トップ10にチャートインさせた。1964年に夫ジョニーと共演したアルバム、シェクスピア・ジャズは、批評筋から幅広い賞賛を勝ち得るとともに、ジャズボーカリストとしては斬新な一面と一体化してきた彼女のレパートリーの中でも、今日まで際立って、 画期的な一枚に数えられている。1972年に国際的な活動を開始、オーストラリアで最初のツアーを行って成功させ、その直後にはニューヨークのリンカーンセンターにおいて米国デビューも果たすとともに、1973年にはカーネギーホールにもデビューを果たす。その後は全米ツアーとカナダツアーを行い、数々のレコード制作やテレビ出演にも活躍。 これまでにもたびたびグラミー賞にノミネートされてきたが、1983年のカーネギーホールにおけるライブを収録した音盤により、初めてグラミー賞を獲得した。その他の重要なアルバムに、レイ・チャールズやメルトウメと共演したものや、グラミー賞クラシック音楽部門にノミネートされた、シェーンベルクのガツに疲れたピエロがある。またジェームズ・ゴールウェイやナイジェル・ケネディ、 ジュリアン・ロイド・ウェッバーや、ジョン・ウィリアムズラ、クラシック音楽のアーティストとも共演をしてきた。1979年に、音楽界への献身が実って、大英帝国勲章を授与され、1997年の正月には、デームの称号を授かった。その他に、バークリー音楽大学、ケンブリッジ大学、ヨーク大学などから、名誉博士号を授与されており、さらに、ケンブリッジ大学からは、 ヒューズホール大学院の名誉学友に選ばれている、シーアペンディドザボードスクールインフェザーストーンロード、アンキルリーセントリーフェザーストーンプライマリースクール、ありがとうございます。